毎度、秋吉です。正月やらせていただきました、APEX 配信、ザ・カゾエチーム TV APEX 2回目となる配信でございます。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ゲストに、前回と同じ、スクールショップ日大の斉藤くん、今回ね、アカウント名がブッダってなってるんですけど、あの斉藤くんと、もう一人は初となるライオンダンススクールからライオン先生で、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。では、じゃあ斉藤くんからもう一度自己紹介お願いします。はい、前回は初めまして斉藤だったんですけど、このザ・カゾー A チーム TV 用にちょっとアカウント作りまして、今回からブッダとして行かせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてライオン先生、自己紹介の方お願いします。はい、ライオンダンススクールのライオン先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの3人で、カジュアルのトリオ5回チャレンジしてチャンピオン取れるかやってみたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、始める前に一つ言っときたいことがあるんですけど、今回みんなアカウントの前にTKAT というのがついておりますが、こちらなんとザ・カゾ・エーペックスチームというクラブを創設しました。どん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 、イエーイ。はい、ということで今日からはザ・カゾ・エーペックスチーム始動ということで、まあ僕がボスをやらせていただくんですが、管理人は、先ほどご紹介いただいた斉藤くんがやってくれるということで、斉藤くん、はい、ちょっとこのクラブを作ったっていう発表以外に発表があるんですよね。そうですね、実はですね、はい、このクラブのチームロゴがあります。はい、チームロゴがもう完成しておると。はい、完成してます。じゃあ視聴者の皆さんに見ていただきますか。ドーン。はい、こちらの素敵なロゴがザ・カゾ・エーペックスチームということで、このロゴに恥じないよう頑張って活動していきたいと思います。はい、そうですね、よろしくお願いします。ライオン先生も入ってくれてますからね、このクランにね。お願いします。はい、でこれはみんなで楽しくエーペックスをやっていこうということで作ったんですよね、斉藤さん。そうですね、まあみんなで楽しく、まあ家族の人じゃなくてもいいんですけど、はい、エーペックスを楽しくやっていきたいなみたいな感じで入ってもらえば最高じゃないですか。はい、それとこのロゴ以外にももう一個あるんですよね。あとはですね、はい、実はこのチームの勧誘のカードがございます。勧誘カードなんか怪しいけど、はい、勧誘カードがあるんですね。じゃあそのデザインも見ていただけますか。お願いします。ダーン。はーい、こんな感じでいい感じのカードでございますね、斉藤くん。そうなんですね、見て分かる人で、見れば分かるんですけど、はいはいはい、まあ、これはゲーム内に出てくる、はい、ちゃんとした勧誘カードでして、APEX のゲーム内に、そうです、APEX のゲーム内にも出てきます。なるほどね、それをモチーフにしたデザインということですか。そうです、そうです。なるほど、こちらに映ってる QR を読み込むと僕らのなんかディスコに招待されるっていう噂ですけど。そうですね、リンクツリーにつながってまして、はいはいはい、まあ、こちらの QR コードを読み込んでもらうと自分たちがゲームをやるときに通話するディスコードのところと、あとはうちのチームの Twitter ですね。はい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 、なるほど。あとは、はい、吉田さんのやってる A チームのホームページのリンクがあるんで、そこから動画とかご覧いただけます。おー、なるほど、素晴らしいカードですねこれ。はい、ぜひこれをもらってみんなもこのザ・カゾエペックスチームに加入してみんなで楽しくやろうということですよね。そうですね。はい、じゃあ長々説明させていただきましたが、じゃあライオン先生もちょっとだんまりしてますが、やっちゃいますか。はい、やっちゃいましょう。はい、それでは3人でトリオで5回チャレンジしてチャンピオン取りに行ってみたいと思います。行きましょう。あ、私ですかね。そうでございます、ね、ライオン先生がジャンプマスターでございます。最初なんで、はい、最初なんで、そうですね、ライオンとしてはやっぱり真ん中がいいかなと。なるほど、なるほど、真ん中がお好きなんですね。真ん中がお好きということで、はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。来てますね、これは。え、違うか、横にそれてるかな。
いや、多分この手前におりますね。なるほど。なるほど、なるほど。ってことは、であと、こっちの真ん中にもおりますね。はいはいはい。ちょい奥にじゃあ。はいはいはい。ってことで、まあ、挟まれておりますね。ライオン先生、どっちに行きます？どっちの敵に行きます？こっち行ってみますか。ライオン先生が。オッケーです、オッケーです、オッケーです。高台におりますんで。はいはい。はい。あの、ご注意ください。なるほど。ね、もう止まんねえぜ。止まんねえぜ。リングは遠い。風を信頼しろ。おお、いるね。お、敵が。敵がいる。一体。シロアマス20入ってますよ。オッケー。ライオン先生止まんないでくださいよ。行きますよ、俺。行っちゃいますか。もう行っとるです。あ、ローバーでなんか。ローバーですね。あと45秒で。こっちいるな。やべ。どこ行った、あいつ。まずいな。ビート起こす。泣いた。こっちも来てんだ。この辺登ってますね。あ、マジよ。ね、あ、マジよ。ちょっと待って待って待った。ハイヤー落とされた。ちょっとごめんね。なんかやってもうただよ俺。大丈夫です大丈夫です。やってもうただよ。ごめんなさい、ごめんなさい。二人来てる。やってもうただね。あ、角切る。なんだったんだ。ちょっと一回目が早そうだな、これ。うわー、マジか。後ろやられた。ちょっと何も喋れないままゼロだ。すいません斉藤さん。はい、じゃあ気を取り直して2戦目いきましょう。いってみましょう。はい、2戦目ね。オーケー、気合い入れていきましょう。まあね、1回目はね練習ですから。はい、行っちゃいましょう。後ろは来てなさそうに来てますね。見事なゼロパだかな。で、上漁りましょう。全然来てないんで。真ん中に位置してますんで。オケマル、オケマル。包帯日光いますね。ライオン先生、お好きな武器は？フラットラインですね。なんすか？フラットライン。フラトラね。いいですね。フラトラ。なんでフラットラインっていうか知ってます？フラットラインは知らないですね。反応は強烈だけど火力も抜群。フラットラ。よく人が死ぬ時ってピッピッピーってなるじゃないですか、線が。はい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 。あの真ん中の、あの動かなかった透明の線が、はい、フラットラインってそれを表してるらしいです、噂によれば。そんな豆知識、そんな豆知識あるんですね。離婚になっちゃいましたね。ライオン先生はあのエーペックス歴はどれぐらいなんすか？わー、でもなんだかんだ半年ちょっとぐらい経ってる気が。半年ちょっと。さすがっすね、うん、いや全然スキルの方は上がっていかないんですけど。いや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 、よく言っちゃって。知ってますよ、ブイブイ言わせてるって。いや今なんかもう EVA 二丁持ちですかね。いやそれはやばいっすね。もう確実にやめていただきたいっすね。ヨウちゃんといえばライオンダンススクールですが、はい、カゾシでブイブイ言わしてる。ライオンダンススクール自体はどれぐらいやってんすか？ライオンダンススクールはもうなんだかんだ9年ぐらい経っちゃってますね。9年はい。え、あと1年でスイート10。そうですね、もう記念すべき。長いね、もう。じゃあですね、ちょっとすいません、今一生懸命になってしまって。いやいやいや、新しいキルリーダー、トラを描いて犬に言う。今覚えといて。あ、立て続けに聞いちゃって申し訳ないけど、はい、生徒数とかどれぐらいいるんすか？生徒数が今、うん、もうすぐ200っていう感じに。もうすぐ200もいんの？200ですね。カウントダウン始まってる。ものすごないそれ、200人。はい、エリア的には数以外だとどっから？今数と半人にスタジオがあるんですけど、うん、
遠い人だと餃子の方から来てくれたり。あ、餃子から？はい。はるばるのすけ？そうですね。すごいなそれ。はるばるのすけ。餃子から。はい、餃子のすけからはるばるのすけで。へえ。それで200人はすげえな。死体の搬送係は大忙しね。スナイパーとか持ってる人いるんですか？バカ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 、またこういう展開かよ、もうわかんねえよ。了解っす。いるよ、ここいる。いますよ。全然ゼロダメ。よし、詰めちゃえ詰めちゃえ。いや、きつっ。ブラハのブラハだけです。そいつを倒せば終わりっす。いけ、ライオン先生頑張って。頑張れライオン先生、頑張れライオン先生、頑張れ。撃て撃て撃て、ライオン先生撃て。後ろ、これ味方だ、これ味方だ。ライオン先生倒せ、ライオン先生倒せ。うわぁ、ここに着地しよう。ジェットの準備を、急降下するわよ。あ、飛んでんな。ザリブ来てないですよ、多分。了解。3回目仕切り直し。俺ゼロダメゼロダメなんで、ここで活躍したいと思います。ここスーパー降りてますね。はいはい、よろしくお願いいたします。こっち飛んでないんで、俺こっちは漁ってから行きます。オッケー、俺ここら辺漁ります。引き続き質問させてもらっていいですか、ヨウちゃんに。あ、はい。ヨウちゃん、なんかこの間発表会やってたじゃないですか。はい。あれ、生徒何人ぐらい出たんでしたっけ？生徒が、今回170人ですね。やばいな。170。170人も出たんすか。はいはい。うえ、それすげえな。あ、落ちた。何？死んだ？ライオンが。あ、死にました。ライオン。ちょっとライオン。今拾いに行くよ。ライオン。ちょっと拾ってあげてください。もう、はい、起こしてきます。もう転落死のプロですね今。転落死のプロ。ライオンのデスボックスってどこにあるか。ユウちゃん聞いていいですか、また。はい。だから170人ぐらい出た。はい。つうことですが、はい、来場者はどれぐらいいたんすか。は、関係者以外で500人、ね、関係者以外で500人。あ、関係者、出演者以外ですね。ああ、なるほどね。はい。500人来場で170人出たんでしょ。はい。めちゃすごいやん、それ。パストラル数でやったんだよね。そうですね、今回パストラルでやらせてもらって。じゃあもう、あそこに700人近くが。いや、そうですね。なるほど。スタッフの方とかもいたんで、これも。なるほど。結構な。もうすごいね。スコープを発見。スナイパー用だ。この間A チームで紹介させてもらった散歩メダカの守くんのイベントに、はい、ライオンダンススクール参加してたじゃないですか。はい。あの時にちょっと気になったんだけど、カンフー。はい。カンフーもやってんすか。今カンフーもやらせてもらってて、おうおうおう。で、もともと投げありのボクシングルールみたいな、おうおう、ここにシールドバッテリーがある方が自分のスタジオに教えに来てくれてて、おう、投げありのキックボクシングルールで、で、2階級で世界一になってる人が、え、世界チャンピオン、世界チャンピオンですね。めちゃくちゃやばい人じゃないですか。めちゃめちゃやばい人ですね。え、そんな人が何、ライオンダンススクールで教えてるの。はい、はい、教えに来てくれてて、で、何、本格的なカンフーを教えてくれてるって。はい、そうですね。うわ、すごいな、中国の方でも試合とかもしたりとか。そんななの。はい。あ、で、それを型みたいのを披露したってことですか。そうですね、前回は型を披露してくれて。え、ちなみに
え、それもちろん生徒さんいるわけじゃないですか。はい。どんな方がやってんすか。子供が多いの？は、前回のイベントは子供たちメインのイベントだったんですけど、うん、大人の方も。あ、大人もやってるんだ。はい。へえ、すごいね。カンフーなんだ。へえ、やばいね。はい。なかなか生でこの方とか、うん、見る機会ないよね。見る機会はないと思うんですけど、うん、めちゃめちゃかっこいいですね。すごい。あ、一個一人降りた。オッケー。はい、しゃ、払い、そ、ああもう痛い。警戒よ、向こうに敵がいる。今度こそ。攻撃されている。うぜえな、チャーライ。そうっすね、そのチャーライなかなかうまいっす。シールドをリチャージ中。あ、でもさ、こっち行っちゃわない？こっち行こう。そうっすね。スモークを使うし。スモーク耐えとく。どうしてね。待って、シールドをリチャージする。ここにもいます。あっちに誰かいる。そうっすね。なんで当たんないわけ？紫だね。です。やべ、直樹の方来ちゃった。こっちにいますか。中に3匹いる。おお、後ろ来た。後ろから。イブしてあげる。やべ、ようちゃんが落ちた。待ってください。噛まれた。そうだね、ちょっとこっち行こうか。やった。ちょっとヨウちゃん起こせねえな、これ。行ってました。来てんな、こっち後ろっすね。撃たれている。スモークを使う。持ち場を確認する。うわあ、マジか、クソ。よし、ガス行きましょう。じゃあ、俺、こっちから回ろうかな。あそこに移動しましょう。それか、ちょっと ここら辺から行ってみようかな。あそこに移動しましょう。ファーストキー、勝利。4回目ですからね、もうチャンスはあと2回。はい。むしろこの回で我々はチャンピオンを取る。取っちゃいますか。取っちゃいます。ちなみに斉藤さんはスクールショップ日大として最近はどんな感じなんですか？最近が入学シーズンに次ぐ忙しさなんですよね。あ、入学が終わって一段落かと思いきや5月末は忙しいんですか？今の時期ちょうど小学校の水着が販売があって、それと重なって、うんうんうん、ここまで中高生の、夏服の私があるんですけど、はい、それが今ちょうど重なってる時期なんで。あ、夏服ね、確かにあったわ。そうそう、冬服夏服だよね。冬服言っちゃってるけど服言っちゃいましたけど、ありましたよね、そんなんね。ありますね、今ちょうどその両方が、ここら辺来てますね。この辺のピンはどこ？あ、いたいたいた。なるほど。あ、少しね。ほら結構近い。あ、ここに2人見えてますね。他にもあった。こっちも気づいてるね。気づいてますね、向こうも。お、おお、ジップ張った。来たよ。ここに。乗ってくんな、この野郎。おる。ここに一人っすね。中の方に二人っすね。あそこそこそこ。オクタンやろう。うえ、ナイス。敵を倒した。ちょっと
回復させてください。当たると思わなかった。2人いた。ちょっと待ってください。紫だ、紫。うわ、落ちた。うぜぇ、ダメだ、俺下手くそだな。頑張って。そしてもう一回回復。あ、登ってきたんですね。了解です、了解です、了解です。俺、金の子だって起こします。オッケー、先行。ちょっと俺、向こうも起こしてますね。巻くね。オッケーです。うわ、いた。ごめん。ちょっと足音聞こえてたよ、今。開けろ、オッケー。下行った、下。下だよ。オッケーです。ごめん、全然ごめん。じゃあ泣いても笑っても今回が最後ということで、はい、5回目のチャレンジ。じゃあ僕が飛びますか。行っちゃうかい。僕が飛びますか。これナイスジャンプじゃないの。これ中は先です。これこっち行きます。よーし、外行きます。直樹さん、今回のこのシーズン17はどうなんすか。いやー、いろいろ言われてるんですけど、はいはい、まあ、あのランクは簡単の方が自分的にはいいと思いますね。え、今回のランクは簡単なの。簡単というか、あの順位が重視されてるんですよね、はいはいはい、あの順位を上げればポイント誰でももらえるよみたいな。はいはいはい。キルポで結構あのそうそうそう、キリポはあんまりで、ほんと毎回10以上に入れば絶対マイナスがないんで、はいはい、まあそういう感じで。そうっすね。でもまあ、うんうん、こういうちょっとのんびりのんびりじゃないですけど、うん、下の方も上がりやすいって方が多分みんなやってくれると思うんですよね。あー、なるほどね。標準ストックを発見。じゃあ今の方がまあ簡単は簡単なんですかね。初めて聞くな。で言われてますけど、あんまり自分下手くそなんで簡単とも思わないです。なるほど。ハイドロダムでもこっち来そうかな。どうかな。お、待って待って待って。え、話が違うよ。した。話が違う。紫アーマーっすね、一人。マジか。何何、どこ、ハイドロダムのやつらか。そうですね。強気やなぁ。ね、敵を確認。ケースオッケース。うまいな、しかもちょっと、ね、やば、射精の通し方やば。ね、ちょっと、どこ行ったかな。もうナイス、詰めてきてそうっすね。いや、詰めてきてる、確実に。この家回ってきてますね。入ってきてる、入ってきてる。ウルト投げた。上、うえー、ダメだ。マジか。見つかった。どこだ。ちょっと、うえー、ごめん。くそーくそ、ダメだよもう。ということでなんですが。残念ですが。はい、5回チャレンジしてチャンピオンを取ることはできませんでした。いやー、ちょっと修行不足っすね。どうでした、あの斉藤さん。こうほわっと戦っちゃいましたね、やっぱうちのチームのなんか戦い方ですね。はい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 。ほわっと、はい、ほわっと戦う。優しさが出ちゃってましたかね。そうっすね、こう、はい、もっとなんか要求してくれれば。あーね、ちょっと、まあ、この3人でなんかやるのも初めてだよね、ちゃんと。そうっすね、ね、ちゃんとっていうか、まあ、こうやってやるのも初めてですよね。はいはい、ライオン先生どうでした。基本的にはちょっと失
もう自分の力を出せなかったなっていう。なるほど、実力が何割ぐらい、ね、何割ぐらいしか出せてませんでした。2ですね、多分今日は。今日は2割で2ですね。なるほど、ちょっといろいろ質問しながらのプレーでしたからね。はい、ちょっと本気が出せなかったけど残念な結果となってしまいました。斉藤さん、前回に引き続きチャンピオン取れなかったっすね。まあそんな甘いもんじゃないっていう。なるほど、みんなうまく配信者を見てるかもしれないけど、はい、現実はこうだというね、はい、そういう動画なんですザ・カゾエーペックスチームとしてちょっとね、次回もまたリベンジしてチャンピオン取れるように頑張りましょう。お二人、はい、やっていきましょう。はい、頑張りましょう。で、まだ、はい、何ですか。まだまだもっとメンバーはいますからね。そうです、出てないけど、はい、いっぱいいますんで、みんなで力を合わせてチャンピオン取れるようにやっていきましょう。はい、はい、ということで、あのザ・カゾエーペックスチームは今後この YouTube チャンネルでライブ配信もやっていこうと思ってますんで、はい、ぜひ皆さん。どんなライブ配信なんですか。なんですか。ごめんなさい。なんですか。どうぞどうぞ。どんなライブ配信なんですか。いや、ランクを回していくのがメインのライブ配信をやっていこうと思いまして、まあ、秋吉今ブロンズなんで、これからシルバーへ向けて、はい、でシルバーからゴールドへ向けて、ゴールドからプレデターへ向けてもうちょっと修行を積みながら、頑張っていきたいと思います。なんで見てる方でエペックスやってる方で一緒にやってみてえなって方はどしどしコメントとかくれればね、仲良くやれたらと思います。はい、そんな感じでございました、今週のザ・カゾエーチーム TV。 はい、皆さん今週もご視聴ありがとうございました。参加してくれたお二人ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたやりましょう。来週もやりますんで皆さん見てくださいね。 Thank you! Thank you! 今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。